セイゲオルギウスは、アンドレア・マンテーニャによる 66X32 センチメートルの盤上のテンペラ画である。1460年頃に制作され、現在は、ベネツィアにあるアカデミア美術館に所蔵されている。絵画は、鎧に身を包み、立っているセイゲオルギウスを表している。竜を殺すために使用した槍の残骸を持っており、槍の先端が顎に突き刺さった状態で竜が、 成人の足元に横たわっている。絵画の左側と右側に大理石の枠があるが、セーギョルギウスの肘は左側の枠よりも突き出ており、竜の頭部は右側の枠よりも突き出ている。このような魂絵的な要素はマンテーニャのパドバ時代からマントバ時代の始まりに至る時期に制作された作品の特徴である。上部の花輪はスクワルチョーネ・ハニ。 典型的なモチーフであり、青年時代のマンテーニャが、パドバのフランチェスコスクワルチーネの工房で過ごした時期を、示唆している。右手の背景には、丘の上にある城壁に囲まれた街へと続く道がある。精緻な輪郭線で縁取られた聖人は均一に、輝く、光の中、完璧な遠近法で描かれている。金属的な光輪、純情そうな顔、競技試合用の鎧。 腰に当てた左手など、あらゆる細部は造眼細工のように描かれており、このことにより聖人は、記念碑的な英雄性を付与され、キリスト教の経験者の象徴というより、当時新たな同型であった、古代の象徴として提示されている。エットオレカメザスカ、マンテーニャ、インエーエー、VV、ピットリデルリーナメント、スカーラ、フィレンツ2007。 ISBN 8億8811万 7099X ハット HTTPS コロンスラッシュスラッシュ WWWWGA.offslashframes-e.htmlHTMLMyMetal, ht Mantenia, Index, HTMLWebGalleryOfArt のサイト2021年8月13日、閲覧。ありがとうございます。